たちとかが攻撃して前で進むことができないですね。というのそれがいつ起きるかわからないし、まあ、仮に予想できたとしてもそれを防ぐほどの武力力が大切ではないというふうに思います。なので、私たちは本当に安全であることを信じて毎日一生懸命生きると認めしかできません。ということで、宇宙ヤバイチャンネルでは本日こういった宇宙関連の動画を投稿しているので、この動画を面白いと思っている方は是非見ていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバイチャンネルではこの度でした。また次回の動画でお会いしましょう。宇宙ヤバイチャンネルリハナルセンダーから放送していただいています。ツイッターとブログもやっているので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。よっしゃ。政府の新型コロナに関する諮問委員会は東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に出されている緊急事態宣言について21日まで延長する方針を了承しました。延長なんだ。了承した。首都圏の緊急事態宣言の期間の延長でありますけれども3月21日日曜日まで延長することで了承をいただきました。病床使用率が安定的に下がるということを見極めながらステージ3相当にあることを確実にしていきたいと。西村経済再生担当大臣は宣言を2週間延長する理由として新規感染者の減少が鈍化していることや病床の使用率が高いことなどを挙げました。また保健所が変異株の調査などに当たれるように業務の外部委託を活用し体制を強化する方針を示し基本的に了承されました。午後国会へ報告した後夜に対策本部を開いて宣言の2週間延長を正式に決定します。夜9時から菅総理大臣が記者会見を開く予定で延長の理由や当面の対策などについて説明し国民に協力を訴えます。関連質疑を許します。山添拓君。日本共産党の山添拓です。総務省接待問題について伺います。谷脇市議官だが NTT との会食を認め東北新社以外に公務員倫理法違反の接待を受けたことはないという自らの答弁を一転させました。総務省の調査は結果として不十分で国民と国会を欺くことになった。総理はそのことをどう認識しておられますか。内閣これぐらい分かんない。払えてんの。総務省に言っても言ってんでしょ。いや動いただけで調査を開催強調しております。事実関係の確認を徹底しするにもしっかりとしていきます。山添拓君、その調査では甘かったということの反省を語っているんですね。それに対する認識については全く示されようとしない。総務大臣に伺いますが、国家公務員倫理法上利害関係者との認識が企業側の負担が多ければ会費を払っていたとしても違法な強制接待に入るというのが間違いなんですね。武田総理大臣、そのご質問に対しては人事院の管轄になろうかと思っております。山添拓君、総務大臣も自分のところで調査してますから、それはお答えいただきたい。有権解釈権は人事に存在するので、ご了解いただきます。山添拓君、文献ができないかのような言い方をされましたが、谷脇審議官は、先方の提示額を負担したから倫理法には抵触しない、だから報告しなかったと、この国会でも述べています。東北新社の関係も含めて、そうした場合も含めた違法な接待の実態を明らかにするためには、調査を改めて総務省としてやり直す必要があるんじゃないですか。
武田総務大臣。次官を倫理監督官として弁護士の方も交えて調査チームを作っておりましたが、国会の数々の指摘を受けて、第三者による副大臣をキャップとした新たなる調査委員会というものを立ち上げるよう指示を出しているところであります。今までここまで明らかになっていない点も含めて改めて調査し直すという意味ですか。武田総務大臣。この事案の真相をしっかりと究明できるようにそうした委員会を立ち上げさせていただきます。山添達夫。金脇委員会に伺います。やはりこれまで国会で答弁してきたことが事実に反するものだったんですね。谷脇康彦総務省総務審議官。お答え申し上げます。国会の場におきまして私のご答弁というのは通信事業者と会食をすることはあったと、ただ公務員倫理法に抵触するものはないと認識していたわけでございます。ただそこに疑いが出てきたわけでございますから、大臣官房の調査を踏まえて倫理審査会のご指導いただきながら総務省として私に対する適正な処分というものが下されるだろうというふうに承知しております。山添一言のようにお答えになっているんですけどね、田中さんとに3回の他にも NTT との会食はある可能性を認めております。 NTT の社長と会食を重ねるようになったきっかけは何だったのか。谷脇康彦君。お答え申し上げます。現在の NTT の社長と会食をしたのはあまり数はないと思いますけれども、どういうきっかけだったかといいますと、私電通新聞屋の行政が長くございますので、もっと若い時から、現在の社長とは知り合いでございます。山添拓君。総務大臣も伺います。総務省は NTT グループに対して NTT 法や電波法や電気通信事業法などに基づいてどんな権限を有しているんですか。武田総務大臣。日本電信電話株式会社に対する総務大臣の権限としては、日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく取締役および監査役を選会員の認可、また定款の変更等の認可、毎事業年度の事業計画の認可などがございます。山添拓君。役員の選任なども含めて、認可をする立場にあります。谷脇審議官は2018年は総合通信基盤局長、昨年は郵政通信担当の審議官です。NTT グループの案件に関する決裁にも関わっていますが。谷脇康彦君。お答え申し上げます。例えば NTT 法に基づく役員の認可等につきましては、総合通信基盤局長時代から決裁の決裁ルートに載っております。山添拓君、そういう中で高額な接待を受けていたという疑惑であります。委員長にお願いします。会食の参加者が関わった5年分の決裁文書の提出を求めたいと思います。報告、理事会で協議をいたします。山添拓君。総理に伺います。資料をお配りしておりますが、全容解明はまだですけれども、度重なる接待が明らかになります。こういう接待は何を目的にして事業者が行ってきたものだとお考えですか。菅内閣総理大臣。まず私の家族が関係をして、結果として公務員が倫理法に違反する行為とすることになったことに対して大変申し訳なくおわびをしなければならない。政府としては行政に対する国民の信頼を失う時代になったことを深く反省をし、国民の信頼を回復したいに変えるよう努めてまいりたいと思います。その接待がどういう職種なんですけども、そこは私の立場で一概に答えるべきではないと思います。山添拓君。お答えいただいてないですが、何を目的にしてこんな接待が行われてきたのか、それをお答えいただきたい。菅内閣総理大臣。私の立場でお答えするべきことではないと思いますし、全く関与しておらないところであります。山添拓君。つまり全容は解明されてないということですね。総務大臣にもお分かりにならないですね。それが総務大臣。それも含めて、現在、調査中でありまして、3月3日の日にですね、その担当の報告、そして今から調査に入る旨を審査委員会の方に報告をしておりまして、今まさにそれぞれの方にですね、調査を展開しているところであります。山添拓君。今日、東北新社の関係者も参考人として呼んでいただきたいとお願いしたんですが、事実関係は2月24日の総務省の報告書で全て明らかになっている。だから呼ぶ必要はないというのが、与党側の主張でした。分かってないということなんですね。武田総務大臣。
それも含めて今調査中でございます。山添拓君、はい、山添拓君、接待の目的について、動機について、あるいはなぜこういう接待が可能になったのか、それら解明されてないということなんですね。武田総務大臣。報告書の中身にありましたように、なんか初期払いであったり、忘年会であったり、それぞれの目的は記されている通りだと考えております。山添拓君、それでお金を受けてるんですか、あるいは初期払いだったと、それでよしということでしょうか。武田総務大臣。その中には意見交換会というものも入っておったと思うんですけども、それぞれの方々が別々の目的、それぞれの目的で取り行われたものと承知をいたしております。山添拓君、これだけの回数重ねている目的が単なる意見交換、あるいは職場、それ到底取らないと思うんです。谷脇さんに伺いますが、午前中2018年9月の接待で、その一月前に菅官房長官が述べた携帯料金4割の下げが話題になるのは自然だとお話でした。これどんな話をされたんですか。谷脇康彦君。お答え申し上げます。記憶をたどる限りで申し上げますと、私、課長時代から携帯電話料金の値下げについては取り組んできております。そういった意味で、そういった報道を受けまして、携帯電話についての競争促進が必要であるといったようなことを、自説を述べさせていただいたものと考えております。山添拓君。大学さんは総務官僚として携帯の規制緩和を進めてきた方です。10月には総務省内で研究会も立ち上がっています。そういう状況で、高額な接待を受けるということについて、何とも思いにならなかったんでしょうか。谷脇康彦君。お答え申し上げます。利害関係者である NTT の社長と、会食を行った、事実関係の調査はこれからでございますけれども、そういった中で、携帯電話のお話をするということ自体は、否定されるものではないと思っております。また、その後、発足をいたしました研究会でございますけれども、透明な手続きで申請があるものはなかったというふうに私は固く信じております。山添拓君、高額な接待を受けながらそういう状況にあるということについても問題視はなかったのかと伺っています。谷脇康彦君。お答え申し上げます。ちょっとご質問の趣旨が必ずしも受け止められているかどうか分かりませんけれども、会食の場を一緒にしたということ、それ自体がその後の携帯電話市場の改革に関する議論に影響を与えたということはないと考えております。山添拓君。つまりほとんど問題意識がないままこういう接待に応じてこられたということかと思います。で、今日お招きしている参考人、総務省の4人の参考人それぞれ伺いますが、東北新社の接待ではどんな意見交換をされていたんですか。谷脇康彦君。話せんよ。お答え申し上げます。東北新社との会食でございますけれども、BS ですとか CS ですとか、放送事業一般の動向、それからそれに絡んで関連して、東北新社のグループ会社の話も出た可能性はあると思います。私の方からは、私放送のご説明もございませんので、通信のお話などをさせていただいたというふうに思います。吉田真美と総務省総務審議官。お答え申し上げます。まず私も今晩都民倫理法の提出した形で先般懲戒処分を受けました。国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います。やっぱり公開の件でございますけれども、それだけ会食でどのような対応したのかについて、明確にご理解ではございませんけれども、一般的な当然の社交的な会話にプラスいたしまして、やはりその放送に関しますと、一般的な話題というのは、当然出ても不自然ではないと思ってますし、ある程度出ていた可能性はあると思います。ただ、何かその個別具体的にですね、例えばその許認可に関する事項ですとか、何かその、何らかの その働きかけがあったとか、そういうことは全く記憶にはございません。秋元芳徳総務省大臣官房次長。お答えいたします。私の場合、5年前から7回にわたりまして、会食の機会を持たせていただきました。うち最初から5回目までは、私、通信行政を担当する部署におりましたので、あまりその放送の話よりは、東北出身者、あるいは親御様が東北出身者
ということの懇親会という性格が強かったというふうに認識をしております。それぞれの退職ごとの話題は詳細に記憶しておりません。申し訳ございません。ただ直近の12月10日の会合につきましては公開された音声データによりまして、 BS や東北新社のグループ会社の話題が出た、お二人から言及があったということを今知った次第でございます。しかし不適切な働きかけを受けたことも何らかの要望を受けたこともなかったと記憶しております。井本博信総務省大臣官房次。お答え申し上げます。まず冒頭私がこの度懲戒処分を受けまして、国民の皆様方に、深い不思議や疑念を招きましたことに関しまして改めましてお詫びを申し上げたいと思います。お尋ねありました会食についてですけれども、私の場合忘年会等でお誘いを受けまして、放送一般の話だとか放送政策一般の話は、多少あったかもしれませんが、記憶する限りにおきましてその大半がいわゆる世間話というか、あまり行政に関係ない話が大半だったのかなというふうに思っているところでございます。山添拓君、いろいろおっしゃいますけど、ただの飲み会ではありませんので、当然放送や通信行政に関わることが話題に上ったはずであります。どんな情報が共有されたのか。衛星放送の審査基準というのは、お配りして、資料でお配りしておりますが、絶対審査と比較審査があります。絶対審査は法に基づいて共通のものですが、比較審査はその時々、対象に応じてケースバイケースで定まる。こういうことでよろしいでしょうか。うん。吉田博総務省情報流通行政局長。衛星放送の審査基準につきましては、絶対審査、一時審査、比較審査につきましては、おおむね共通のものとなっております。一方で、第二次比較審査につきましては、それぞれのメディアの種別に応じて異なった基準が設けられております。これは、この技術の革新や社会的ニーズ等を踏まえ、周波数の有効利用を図りつつ、4K8K 放送の開始や衛星基幹放送の高画質化、あるいは新規参入等の政策目的に沿って意見募集を行広く意見募集を行って改正するものでございます。山添拓君、つまり審査のために基準が変わるわけですけど、総務省でございます。この基準はどの規則が何に基づいて作ったんでしょうか。変更になってない。そんな多くない。吉田博史総務省情報行政局長。審査基準は情報流通行政局で作っております。で、それらにつきましては、それぞれ、例えば 4K8K につきましては、4K8K ロードマップに関するフォローアップ会合、CS コード化につきましても同じ会合、DS 予選につきましては、放送をめぐる諸課題に関する検討会など、外部の有識者を交えた検討会を開きまして、それに基づき案を作りまして、また広く意見募集をして行うという、多くの手続きにより作成しているものでございます。山添拓衛星放送の未来像に関するワーキンググループの報告書も根拠となる一つであります。放送法の審査は法律で明記された絶対審査に加えてその時々の政策によって決まる比較審査が鍵となる。これは独特のものだと思います。ですから事業所としては何も個別の認定で特別扱いしてもらう必要はないので、比較審査の基準にその事業者にとって有利な項目を盛り込ませる、そのことこそが大事なんです。だから基準のもととなるワーキンググループの事務局メンバーに対して接待構成になっている。大臣、その可能性を否定できないんじゃないでしょうか。武田総務大臣。先ほど申し上げた調査委員会なんですけれども、その下でですね、過去の衛星基幹放送の認定や衛星放送の未来像ワーキンググループにおける提言について実際の意思決定がどのように行われたのか、行政が歪められるといった疑いを招くようなことがなかったかについても徹底的に検証してまいりたいと思います。山添拓君。否定されませんでした。ワーキンググループの18年の報告書では BS 汚染、右巻きですね、ここで空きが生じた場合どうするということになっていましたか。吉田博史君。お答えいたします。18年の報告書においては、宇宙帯域において利用可能な帯域が生じた場合、既存の HD 番組で HD 番組や移行を希望するものを優先の上、新規参入によるコンテンツの多様化を優先するとされています。山添拓君。 4K8K は左遷を基本とし、2K は右遷を基本とする、そういうことですね。吉田博士。4K8K については左遷を基本とするということはおっしゃっておりでございます。山添拓君。つまり既存の事業者が BS 右遷で 4K 化するということは想定されておりません。20年に再開されたワーキンググループでは、東北新社を有力企業とする衛星放送協会が BS 右遷の空き帯域の活用について意見を述べています。どのようなことですか。
準備をしております。ちょっと吉田よろしく。2020年9月30日の会合におきまして、一般社団法人衛生放送協会から DS 放送の期待機は4件に割り当てることの要望がプレゼンテーションの中で表明されました。ただこれは同協会からのみの要望ではなく、インフラを提供する衛生事業者である放送衛生システムや、放送事業者でワーワーからも同種など他の事業者からも同種の要望がワーキングループで表明されています。山添拓君。そうした要望を受けて昨年12月の報告書では BS 無線に空きができた場合どうすることになったんでしょう。吉田よろしく。20年の報告書では新 4K8K 衛星放送の普及の促進のためには 4K 放送を主導としてしっかり立ち上げる必要があること、 4K コンテンツの充実は 4K 受信機の購入した視聴者の利益につながることなどから、今後一定待機の確保ができた場合には 4K 放送のために割り当てられる人の制限がまとめられてございます。山添、つまり次の審査基準はこの報告書に基づいて作られますから、登記審査の目論見通りの報告書やねと変わっていくわけです。このワーキングが休止していた期間に接待が集中しています。同じ頃BS 事業からの撤退を発表した企業があります。いつどこですか。吉田よろしく。20年3月末に株式会社 DS フォックスが撤退しております。また同日ブロードキャストサテライトディズニー株式会社による、チャンネル番組である D ライフが閉局しております。山添拓君。新たに空きが出ることになります。それだけではありません。総務省は NHK に対して衛星放送の見直しを求めていたのではありませんか。吉田よろしく。NHK の衛星放送につきましては、NHK 自身が1年以内に衛星波の整理削減について考え方を示す旨をすでに平成30年11月に表明しておりました。これを受け、平成31年度の NHK 収集予算等に対する総務大臣意見では、衛星放送の在り方等について早急に検討することという意見をつけております。で、令和元年10月15日、NHK の認可申請に、インターネット関係の認可申請に対しまして、NHK の業務全体が肥大化しないことが必要ということから、総務省の考え方として、NHK の衛星放送の在り方を含む既存業務の見直しの検討を改めて求めたところでございます。こういう経緯のもとで、NHK からの表明を受けて、私どもとしても検討を要請したところでございます。山添拓君。そして NHK が12月9日、これに応えて、現在4波を3波に整理削減するという表明をしています。谷巻参考人、湯本参考人。こうして BS の無線にスロットの空きが出るということを当時ご存知でしたね。谷巻康彦君。お答え申し上げます。私、放送の実務には直接はできないはずだとおりませんでしたので、承知しておりません。湯本博信君。私は放送担当しておりますので、当然その点については承知しております。山添拓君。公表前にご存知だったこともあるでしょうか。東北新社とこれらの情報を共有した可能性を否定できないと思うんですね。 NHK に対して衛星放送の見直しを求めるのは今に始まったことではありません。2006年にはどんな検討がされているか。はい、吉田よろしく。2006年におきましては通信放送のあり方につきまして、政府与党合意というものが求められております。NHK のチャンネルに関しましては、内視鏡のためのチャンネル以外の衛星放送を対象に削減後のチャンネルがこれまで以上に有効活用されるよう十分詰めた検討を行う旨が指摘されています。山添拓君。当時の総務大臣と総務副大臣はどなたですか。吉田よろしく。総務大臣は竹中大臣、総務副大臣は菅副大臣であったかと存じます。山添拓君。その直後の2006年9月26日、総理は総務大臣に就任し、菅政務氏を大臣秘書官に据えました。翌2007年1月には、菅総務大臣の下で NHK 受信料支払いの義務化と受信料引き下げを提唱しています。総理は NHK 改革と呼ぶ中身は、受信料の義務化と引き下げを中心に、衛星放送のチャンネル削減、これもセットだったのではありませんか。菅内閣総理大臣。私は放送のことには、ついてはなかったと思います。私、NHK の受信料の義務化というのは必要だと思いましたし、義務化をして3割は下げられる、そういうことに対 NHK については熱心に取り組みました。山添拓君。しかし当時の政府与党合意にはその旨が記載されている。ですから菅政府氏も間近でそのことを知っていたはずであります。NHK はアナログ時代一般チャンネル数を減らしましたが、デジタル化後、再び総務省が削減を求めました。そして NHK がチャンネル削減を正式に表明したのが2019年であります。スロットの空きが出れば、
BS 無線で 4K 進出という東北新社の目標に見出かけられることになります。ここで政府と東北新社の思惑が一致します。ですから接待し、意見交換、情報交換に励んだのではないか。総理が掲げた NHK 改革の元で起きた接待予測だと言われてもこれ仕方がないことだと思うんです。いかがでしょう。菅内閣総理大臣。私総務大臣は16年前ですよ。その時 NHK 改革を私がやろうとしたことはこれ事実です。明言をして、やはり受信料そのものに対して極めて不公平感が国民の皆さん持ってたんです。支払っていると支払わなくても罰則も何もなかったですから当時。ですから受信料を義務化して国民の皆さんに公平に行くように3割引き下げる、こうしたことを私は大臣として実現をしたかったんですけど、義務化はできなかったんですが引き下げにはつながったと思います。でその時に放送の送したことについては全く私は興味がありませんでした。山添拓君。興味がないとおっしゃった。しかし NHK 改革という大臣の政策に反対するものは左遷する、それで緊張感をもたらしたと総理は言います。しかしそれが逆に総理の方針に沿うなら、方針に沿うような改革方向なら何でもやるという空気を作ってきたんじゃないでしょう。意見交換や情報収集と称して幹部と事業者が癒着する、総務省で大問題となった事例がつい最近もありました。大臣に伺いますが、2019年12月17日日本郵政グループに対する行政処分に関して行われた内部監査はこれは何を理由とするものだったんでしょうか。武田総務大臣。ご指摘の事案はその端緒として2019年12月13日以降、当時の総務事務次官が数年にわたって日本郵政株式会社に関する行政処分に関する検討状況等を日本郵政株式会社に伝えたのではないかという疑いが寄せられたものであります。山添拓君。処分する側とされる側が筒抜けだったという、まあ、大問題ですよね。武田総務大臣。本件に関する内部監査というものを総務省は行いまして、漏洩の事実が確認できたことから同年12月19日をもって当時の総務事務次官に対し国家公務員法における信用失墜行為として、停職3ヶ月の懲戒処分を実施したことであります。山添拓君。その時辞職した事務次官の公認人事の一環で承認したのが谷垣審議官であります。公務に対する信頼を取り戻すための人事だったのではいかがですか。どなたへの質問ですか。谷脇真彦君。お答え申し上げます。その時点で私総合通信基盤局長を事務取り扱いのまま総務審議官を拝命をいたしました。どういう趣旨であったかという点については任命権者ではございませんのでお答えできません。山添拓君。当時の大臣もおっしゃっていることなんですけどね、そういう自覚もなく審議官におられたんだ。当時の日本郵政の鈴木副社長は菅総務大臣時代の情報通信政策局長、その後審議官事務次官を務めた人物でもあります。総理、NHK 改革、携帯料金の改革、あるいは自治体改革、総務大臣以来総務行政を看板に掲げてきた総理のことでこれだけの腐敗が起きています。やはり総理自身もその責任を問われているのではないですか。その自覚はありませんか。菅内閣総理大臣。私はやるべきことをやってきたと思っています。携帯料金値下げだって3社が河川状況で10年日本の利益率のベスト10にずっと入り続けているわけですから、9割を超えている、そして国民の皆さんの財産である憲法制定できます。そこは私は変えたいと言ってやることは政治家として当たり前のことじゃないでしょうか。ですから携帯料金が今ものによって3分の1程度値下げになっている人もこれいいことだと思うんです。そうした政策を考えて実行に移していくというのは私は政治の仕事だと思っています。山添拓君。今のことではやるべきことをやったのであれば役所の中に誤解が蔓延しても構わないと言っているような、そういうふうに聞こえますよ。いかがですか。菅内閣総理大臣。いくらなんでもあまりに短絡すぎるんじゃないでしょうか。山添拓君。まるで人事だと思うんですよ。自らの責任全く自覚されていない、人事を立てて官僚じゃないし、官民の無着で行政を歪める職権益だったどころか、自らのもとに職権益を再現統合し集約させてきた、その菅政治のもたらした闇だと思うんです。徹底管理を求めますと質問があります。しかしバーカバーカって言って去っていったような感じだな。共産党の質問者、
ハロー YouTube、今日はですね、LINE と、Yahoo、Japan、こちらの方がですね、経営統合する、件についてですね、今後の見通しについて、解説したいと思います。私もですね、まあ、源流といえば源流、まあ、ライブドアがまず NHN Japan、韓国の、NHN グループに買収されて、で、そのままですね、ライブドアのチームはですね、最終的にその LINE 株式会社になるわけですけれども、それがまあずっと引き継がれているという部分と、まあ、Yahoo Japan の社長の川部君、こちらの方もですね、僕が最初にその IT 関係の会社を創業した1996年ぐらい、からですね、日本のインターネットの発展をですね、一緒に頑張って広げていった、まあ、ある意味専任の人、彼はですね、自分の電脳会という会社を Yahoo Japan にバイアウトして、そのままですね、最終的な社長になったということで、まあ、なんか不思議な話なんですけど、ネイバー、まあ、NHN ジャパンがラグドア買収するときも、挨拶というかですね、おじさん買収させてもらいますみたいな、まあ、僕はもう経営とは関係ないんですけれども、一応そういったような感じで、先日のですね、LINE とジャパン統合のときも、カール君から丁寧に頑張りますっていう挨拶があったので、まあ、僕はあの全然関係ないんですけど、全く外野としてですね、一ユーザーとして発展を応援させていただきますが、まあ、カール君、そして LINE の社長に、リサ君、リサ君の元々なんですけども、彼らは非常にあのエキサイティングだし、エキサイティングな仕事ができて、非常に羨ましい部分もございます。で、まあ、今回のですね、統合の僕が一つの気分になってくるのはですね、あのまあ、経営体制としては、まあ、実質的なソフトバンクとネイバー、韓国のネイバーですね、50-50 で、まあ、A ホールディングスっていうのを作って、それが Z ホールディングス。その下にですね、LINE とか、ヤフージャパンが入って、まあ、それ以外に実は ZOZO ですね、買収してるし、一級を買収してるしということでですね、意外とこうヤフーも LINE もですね、インコマースで弱かったんですけれども、少なくともアパレルの EC の分野でいうとですね、日本最強のところになっているということで、今後ですね、まあ、アスクルマン、B2B の EC では、まあ、最大級のところがあるということで、まあ、楽天的な、まあ、割と相場的な EC といいますか、こういった部分が実は欠けているので、この辺、おそらくこれから、まあ、2、3社ぐらい、リアルな、お店も含めてですね、買収に入ってくるんじゃないかなというふうに予測しております。で、まあ、日本以外でもですね、タイでは、シェアナンバーワン。タイはですね、皆さんのイメージとちょっと違うかもしれませんけど、非常に今経済発展を受けていて、しかもバンコクに極力集中ということでですね、非常にまあハンドリング時期をハンドリングしやすいと思います。こちらの方はですね、まあ、むしろ日本よりも LINE の交渉というのもできていると。まあ、ヤフーの場合はですね、あの本国、アメリカ本国のとのライセンス問題があって、なかなか海外展開しにくかったと思うんですけれども、今回、LINE と統合することによって、海外展開も自由にできるようになるということで、成長が期待されます。まあ、それ以外でもですね、台湾である程度のシェアですとか、インドネシアである程度のシェアですとか、中東で少し伸びているというところがあって、まあ、そういった LINE の海外資産というのも最大限ですね、利用していくということになると思います。今回のですね、多分一番大きなポイントになるのはですね、PayPay と LINEPay の統合だと思います。これあの意外とでかいです。というのはですね、僕も結構 LINEPay で、かなり対応させて、もらってるんですけども、IC カードよりも QR コードで読み取りの方がですね、実は簡単だと。なぜならスマートフォン、タブレットがこれだけ普及しているので、例えば、小売店だったり飲食店でも決済もですね、別に専用端末でもスマートフォンで可能なわけです。まあ、それを考えればですね、決済インフラというのはローテクと言われてビズバレットありますけれども、QR コード、決済というのが主流になってくるんじゃないかなと思います。まあ、IC チップというのはですね、ハンドリングが非常に大変であると、なぜなら専用の運転管理とか、そんなことがあるんです。まあ、これ実はですね、その時に運転ができるんですけども、まあ、そういったところもですね、まあ、分かりやすい、それと共通化しやすい部分ですね、QR コード、決済の未来と。で、何よりもですね、LINE で、LINE Pay はですね、お金が送れるということで、こちらの方ですね、意外と大きいですね。で、なぜならこれ、給料振り込みが、実は PayPay でもできるようになったということで、まあ、僕なんかは別に給料を提供でもらった方が全然楽だと、まあ、昔ながらのですね、慣習で銀行銀行に買ったりするというんですけど、何々銀行の、普通口座の何々銀行みたいな入力してなんか複数パーティーで入力したりするとか、LINEPay だったら LINE のアドレス分かって一発だけです、これがですね、銀行銀行じゃなくて給料が LINEPay とかで売られるようになると、僕は急速にですね、この、まあ、DX 化が提携で進むんじゃないかと。これがですね、一つ国内でのですね、ライン。まあ、これはあの、多分タイトルなんですけど、この普及の鍵になると思います。
まあ、こうやってですね、あともう一つはですね、僕はソフトバンクキャリアとのですね、統合です。こちらの方もおそらく絶対進めていくと思いますので、メッセンジャーとキャリアが一体化しているというのですね、これは大きな強みになると思います。これはガーファーとかですね、やっておかなかったことなので、こちらですね、日本とかタイとか中国とか、こういったところでですね、キャリアの買収に含めてですね、この、構成を変えていくためにこうすることによって、ワンチャン、まあ、ソフトバンクグループ、もう投資ファンドですけど、実質的に投資ファンドなんですけれども、まあ、キャッシュはとにかくあるということで、キャッシュは どんだけでも突っ込みますので、この辺、まあ、注目ポイントかなというふうに思っています。ということで、いってらっしゃい。はい、私、ノマリコ動画でブログのチャンネルになってるんですけども、毎回週に1回、1時間、皆さんの質問に何でございますよっていうのをやりたいと思いますので、ぜひ今すぐ動画のチャンネルに登録してください。引き続き、明日の発信です。ありがとうございます。行ってらっしゃい。本日の代表で元日本マイクロソフト社長の鳴毛誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、堀江さんと鳴毛さんはまあお二人で出版もしてたり、いろいろ交流があると思うんですけども、鳴毛さんが今年1月に出版されました2040年未来予測のですね、まあ、10万を重ねて今、50万分8万分なってますかね。8万分、もう本当ベストセラー。ベストセラー。いや、これはベストセラー聞いたから、はい、俺じゃあ2035年とかで起きた。それ前だ。聞いたね。それを見せた。いや、本当にそういう企画を今進めてるんですけど、はい、あ、こんな本売れるんだって思って。こんな本ですよ。2020年、2025年、2030年、2040年。こんな本で、35年。もちろん、もちろん。そんな俺の企画いいなと思ったんで。そうそう。あ、売れるんだと思ったんで。じゃあ35年。まさか堀江さんの2035年本の前哨戦じゃないですけど、今回のテーマは今こそ防止すべき企業とはです。なるべくニュースケースの別の番組のですね、2040未来からの提言で、40代はお金を貯めて、まあ、投資をした方がいいと、おっしゃっています。ちょっとなるべくさんのご説明をしていただいてほしいですか。ね、これ僕の実体験なんです。はい、その今までの間、まず生命保険には1本も入ってないんです。はい、1本も入ったことない。1本もないですね。いわゆる貯蓄的な貯金、適用金とかも一回もないんです。日本の株式銘柄もダイレクトに買ったことがないんです。ただし、アメリカのスタートアップ、IPO したての会社の投資を進めていたのが40歳ぐらいにですね、ちょうど。その頃、ナムジェとかですね、ジェネントとか、今でいうところの、いわゆるバイオテクノロジーの会社が出たばっかりなので、もう一つ、例えばフュエルセルテクノロジーという燃料電池のセルを作っている会社、これはちょうど30年ぐらいですかね。にできたんで、そこの株式化で分かりました。日本の株式っていうのは毎年せいぜい上がって10%、上がらなくても10%、10%、10倍、20倍になりますから、それはもう全然比較対象にならないですね。で、貯蓄にちょっとゼロですよ。万が一インフレになろうものが毎年 1% ずつ減っていくんですから、しかも政府はインフレにしようとしてるんですが、まあ、なることはあまりませんですね。なので、アメリカ株しか今のところは、ポジティブとしては考えにくいですね。切りをつけたのってどういう理由だったんですか。アメリカの株式は全世界に比べたらなってます。つまり中国人も日本人もアメリカ人もイギリス人もフランス人も買うからアメリカの株が高いんです。もう感じたことがない。大抵が多いから。で、日本の株式は日本人だけが買うんです。中には、まあ、機関投資家で、証券会社とかファンドを買うのもあるんだけど、個人買わないですよね。だから、ね、上がらないんですよ。上がり幅が絶対全然違う。株価上がるってことは資金調達しやすいわけで、彼らはものすごく資金を吸って、アマゾンの毎年何兆円の資金投資ができるようになるわけだから、したがって彼らはさらに大きくなるっていう、そういう、そのサイクルに入っちゃうんですね。これも構造的にどうしようもないんで、まあ、お金を投資するとしては、個人的には、アメリカの会社しか、株式投資しか、ちょっと考えられないですね。これから5年後はインドのスタートアップにも注目したい。そうですね。これ、比較有利の点で、中国の、分からないですよ。これから中国の共産党がどう動くのかもわからない。台湾問題で下手したら戦争を起こりかねないということが出てきてしまうんですが、今回もうカントリースクの方がいるんじゃないの。で、それから見ると、グローバルに、先ほど通りの日本人もアメリカ人もフランス人もイギリス人も、ちゃんと理解できて、投資できる先としたら、インド企業ですね。
英語で発信していて、しかもあのプロダクトはグローバルにディストリビューされているという、今でもまさにワクチンメイクですよ。僕は個人的には自分で事業をやりたい人だから、だから僕は全部自分の事業に投資をしちゃってるんで、僕のポートフォリオは自分の事業なんですね。自分の事業の、まあ、会社なんですよ、はい、だから同じく貯蓄もしないし、あの生命保険も買わないんですけど、そこは一緒なんですけど、僕はどちらかというと自分で事業をやりたい人なので、全部自分の事業で一番伸びそうなところというか、そのところに全部投資していくので、100% です。そうですよね。ここは 100% で自分でコントローラブルだから、まあもちろんその中でそのグローバルを狙うロケットとか飲食とかっていうのはグローバルを狙ってるっていうことになって、そこはグローバル。じゃあドメスティックの事業やってないかっていうとめちゃくちゃやってるわけですよね、それで。ということで、そこはそこでポートフォリオを作ってますけど、つまりあとキャッシュを稼ぐとか、まあ、確実にキャッシュフローが得られるようなドメスティック向けの事業とか、いくつかやってるんですけど、僕は 100% です。だから自分でそれができる人が、一番大きいです。シードで投資できちゃう。そうそう。僕が40歳の時はまだマイクロソフトの社長ですからね、自分で事業をやればいいっていう、まあ、言い訳してるんですけど、でもね、結局もう、そうですね、40超えて、僕は45歳の時にインスパイという会社を作るんですが、はい、この頃はもう、ね、あの会社作って、何かこう、例えばバイオとか IPO するようなイメージの会社も作れないんですね、あのイメージ的に言うと、それやるぐらいの他人としてもいい。はい、クラゲでめっちゃやってたんですけど、今もう現状キャピタルやめちゃって、結局あの個人的に投資してるのは数社ですよ、今。ISP と、SP ぐらい。まあでもやっぱり、はい、グローバル狙える事業じゃないと、VC とかそのスタートアップ投資では面白くないですよね。10倍とかになっても、そうそう、本当ね。夢がないですよ。100倍とか1000倍とかになるような会社に投資をできるといいですよね。ビル・ゲイツなんていうのは最初の資本金5000億ですからね、それが25年後に170兆円もなってますよね。スタートアップの対抗には、僕はだからそこでめちゃくちゃその事業を、これは絶対面白くなるなって事業がパッと見えるん で、それをこうシードで作っちゃうっていうのが、本当に作っていくと、そもそも投資ということで今、何でしょう、今、注目の企業っていうところもあると思うんですけども、成田さん、過去に、バルミューダですとか、ヤクルト、あと浜松フォトニクスなど、まあ、世の中で必要とされる企業の予測を、2014年ですよね。されて今ですね、2021年、今後こういう変化も考慮しつついくとですね、生き残る企業の特徴だとです、ね、あとまあ日本の有効企業などについて、ちょっとお話を伺えればなというふうに、どうですか、振り返ってみて。どうですか、でも、2014年の本の中で紹介するために、無理やりね、あの部門というか、産業を分けてないといけない。セクターが分かれますね。多分浜本ホトニクスっていうのは、あまり皆さんご存じないけど、もうほとんど全ての光を使う、研究室には浜松のことも、そうしか、また機械が入っているんですね。B2C じゃなくて、B2、なんていうんですかね、ラボですかね。ここがいないと、もう、スーパー環境管理も動かないし、ほとんどの、いわゆるバイオラボ、全滅です。あらゆる光も、例えば、細胞に光を当てると、発光するので、なんでちょっと、ね、あれが全部ダメなんです。ただ、真っ赤な研究は全部ダメになるという、分かるのが、まあ、キーパクター、少年将来の技術。それ以外に飲むってものは2014年であれですね、バリニューダを予測してるのが結構僕偉かったですね。そうですね、あの昨年上場ですね。あとね、ヤクルトが意外と巨大企業ですね。1日にヤクルトってグローバルで4000万本以上で飲まれてるんですけど、日本人ほとんど知らないですね。ヤクルトレンジ90万人を超えてるじゃないですか。グローバルですからね。これ意外にグローバルなんですけど、ヤクルトが一番すげえなと思う、韓国で韓国企業だと思われてるところがすごいなと思うんですよね。だから日本企業が全然ダメなんですよ、韓国も。飲料でも売れないって言われてますね。売れないってのはそのイメージ、昔の日韓関係を引いてるのももちろんあるし、やっぱ日本に負けるかみたいになってるんだけど、そこで韓国企業だと思われてるぐらい売ってるっていうのがすげえな。いや、それだけその営業体制の整備という、まあ、ヤクルトレディっていうシステムがね、うまくいってるのかなっていう。要はまあワーキングマザーをその支援するっていう。そうですよね。ヤクルトは結局ね、現地の手をすごい読んでるのがあるんですか、ヤクルトレディになって、その期間中、子供が向かってです、グローバルでも、生活インフラを、飲み物以前に、ヤクルトレディで作り上げてるっていうところは、多分だから、ファイナンス機能もあると思うんですよね、多分ね。
命保険には1本も入ってない、はい、定期預金とかも1回もないんです。日本の株式メーカーもダイレクトに買ったことないんです、はい、日本の株式っていうのは毎年せいぜい上がったら 10% になりますから、10倍20倍になりますから、それはもう全然比較対象にならないですね。100倍とか1000倍とかになるようなグローバル狙える事業じゃないと、はい、スタートアップ投資では面白みはないですよね。ビルゲイツなんて最初の資本金5000ドルですからね。それが25年後に70兆ぐらいまでになるんですよね。日本企業がこれからベンチャーで立ち上がって伸びる可能性が高いのはロケットと、その通り、もう言おうと思ったら言っちゃう。よろしくお願いします。そして現役東大生土井あかりさんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして今回のゲストは、書評サイトポンズの代表で元日本マイクロソフト社長の鳴毛誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土井さんと鳴毛さんは、まあ、お二人で出版もしてたり、いろいろ交流があると思うんですけれども、鳴毛さんが今年1月に出版されました2040年の未来予測のですね、まあ、重要な南海トラフ地震がもうほぼ今から30年以内に 20% から 10% の時で来るって言われてもう10年なんですね。多分もう東京は終わっちゃうかもしれないですね。人類にとって新型コロナウイルスというのは未来的にその病気を治すのの最良の契機でもあったと思うんですよ。120年分の変化とほぼ同じぐらいの変化が次の20年に寄ってくる。7割の人は取り残されて何が起こっているかも理解できないからすごく高いです。今回は初回ということなので、なぜ鳴毛さんがこの2040という本を書かれたのか、まあ、この本で伝えたかったことみたいなのを聞いていきたいなというふうに思うんですけども、書き始めたのが去年なんですよね。去年の春頃ぐらいにアイデアが出してそういうのが来るんですが、実は去年65歳になったんです。ですから年金もらえるようになったんですよね。で、その65歳になった時に平均余命を調べてみると平均的には、まあ、65歳男性は20年後に死ぬっていう、まあ、平均余命ですからね、もっと長く生きる人も明日死んじゃうかもしれないっていうのがあるんですが、そうするとですね、次の20年間考えてみると意外と短いようで長いということに気がついて、その間にどういうことが起こるかっていうのを少し自分でまとめてみようと、ある意味自分の未来史みたいなつもりで作り始めたんですけどね。やっていくとまあその悲惨なこともいっぱいありますし、ものすごい楽観的になれることもあるので、まあ、作っていて、すごい面白いものですよね。ちなみにその悲惨というところで、例えば地震みたいなところが結構きっかけになったというお話も伺ったんですけど、そこの部分をちょっと。そうですね、南海トラフ地震がもうほぼ今から30年以内に 20% から 10% の確率で来るって言われて、もう10年なんですね。だからもう少し今はもう確率上がってるんだろう。実際に平均地震警戒率を調べるとですね、まあ、0.85、うん、こう何回かですけど必ず収縮残るんで、プレートがこうどんどん沈み込みますから、その比率が変わらないとすると何千年も前が平均的に1回起こるわけですね。それが大体88年ぐらいなんですね。で現在その88年のうちの 0.85 が経過したところなので、どんどん危険が高まっている。そんな話をですね、東大の火山学の先生と飲みながら話をしていて、これは本物本当に来ると、ただごとでは済まない。単純にこう多くの人も亡くなって、経済的損失が、まあ、起こるという、そういうレベルのものを超えるんじゃないかっていう気がしますね。でこれがその20年間次の10年間起こるとしたら、もはやもうある意味何をやっても無駄としか思えないようなことが起こるかもしれないと。だとしたら何か希望を探さなきゃいけないよねっていう、まあ、そんなつもりで書き始めたっていうんですかね。南海トラフで予測されてるのが、亡くなる方も32万人とか、まあ、少なくとも20万人ぐらいは起こる、その時間帯ですとかね、それから季節によって違うらしいんですが、これはもはやもう東日本大震災の10倍20倍では済まない状況ですし、被害額そのものが220兆と予想されるわけですね。当然襲う地域が名古屋中京地域であったり静岡であったり、まあ、要は工業地帯ですから、これもその東日本の10倍20倍と大きさですね。
で、そうするとそれを上回るいいことがなければ、日本に本当にこれ未来がないよねというわけで、それでピックアップしてきたのが、そのいくつかのサイエンスとテクノロジーの領域というわけで、まあ、それを先に書いてですね、最後に怖い地震の話を持ってきたという、そういう構成にしたんですね。あと一つすごく個人的にショッキングだったのが、あの富士山がもしかしたら噴火するかもみたいなところだったんですけど、そこに自分のような感じですか？あの富士山噴火はおそらくは南海トラフ地震ですとか、またはその東海側の地震の起こった後に、まあ、多くの場合今まで過去を見てますと何十日とか何年以内に起こっているんですね。で東京であの降るその火山灰は2センチぐらいかもしれないと、前回 の火山灰の降り方ですね、江戸時代からするとそのぐらいなんですが、今2センチ降るとですね、多分もう東京は終わっちゃうかもしれないですね。軽く考えてはいけないということです。あの天猫2センチ降るわけですから、これ全部です。でそうするとそれが水で流れちゃうと下水に流れちゃいますから、もうそれだけでもう下水が完全に止まって、それを浚渫っていうんですかね、あのきれいにするためだけでもものすごい時間かかりますから、およそこの人間が住むような環境じゃなくなるかもしれない。それどころか電車が 0.2 センチ、つまり2ミリぐらいで止まると言ってますし、飛行機はもう5ミリもどうもなら絶対に止まるわけですから、交通も全てあのストップして、しかもライフラインであるところの上水下水、それから物流が止まる、それがどのくらい期間かかるかですよね。あの噴火で2週間ぐらい続くと考えられているんですね、前回のペースですと。1ヶ月続くと、これはもう地震どころかそうじゃない、あのある意味ではこう蛇の生殺しっていうんですかね、食べるもの飲むものも出すものも出せない状態で、それが1000万人のパックになっている状態ですから、かなり大きなことになる可能性だというふうに科学者から散々脅されてですね、早速買ったのが防具だったんですけどね。そう、未来を予測して生きていくというのはどうして重要なんでしょうか？ニュースピックスの読者であれば、もう未来を語っているお話がいっぱい出てきて、ある意味でこう例えば自動運転であれですね、 AI であれ、いっぱいもう毎日出てくるわけですね。ですからかなり皆さんご存知なんです。でご存知なんですが、あのどちらかというとみんなインプットよりっていうんですかね、ものすごいいい情報がいっぱいに流れてるわけじゃないですか。ニュースピックだけじゃなくて、他に YouTube もあれば、まあ、いろんなその売り上げがあって、でどんどんインプットしてどんどんおかしくなって、全固体電池に関してはもう作ってる人に詳しいとみたいな人がいろいろなんですね。だけど全ての項目で一回見るっていうのは意外と大事かもしれない。やっぱりインプットだけじゃなくて、全ての項目である意味広くあまねく見ると、自分今度アウトプットする側になるかもしれない。ですから今回読者に届けたかったのは、それぞれはあまり詳しくないんだけども、まあこう俯瞰的に未来を見ることで、自分として読者として、あ、俺の未来に対しては私の未来に対してはこう考えておきたいとか、ここを調べたいとか、自動運転と AI だけじゃなくてこれも調べておかなきゃ、もしくはこれに関して一かげんこれはその思いついたとか、私はそのここの専門家になるんだとか、そういうそのなんですか、アウトプットに変換する力っていうのが本人はあるんですね。ネットには意外とね、アウトプットに変換する力がないんです。インプットばかりなんです。ですからあの本という特殊なメディアだと思うんですね。それはそのアウトプットを読者につけるための道具として、まあ、今回、まあ、まとめて、で未来を提示したというよりは未来を考えるチャンスということですね。未来を考えるきっかけをあの持ってもらいたいと、そういう本にしたかったんですね。ちょっと過去のことを振り返っていきたいなというふうに思うんですけど、過去を見ると世界ってどれくらいの速度でどれくらいのことが変わったかみたいなのを聞いたと。具体的な例として2つ考えてみましょうか。1つはスマホ、もう1つは、今回の新型コロナのワクチン、もうこの2つを例にとって、それが生み出されるまでにどのくらいのスパンが必要で、どういうミスがあったのかということを考えようと思うんですけど、でまず第一にそのスマホで見ましょうかね。スマホの中にもちろん CPU が使われていて、メモリもいっぱいあって、それからまあ液晶なり有機EL が使われていて、ね、ディスプレイ でこれは全て量子力学の知識があって可能になったものです。あの単純に、量子力学というと、まあ、あのどうですかね、アインシュタインが1905年に特殊相対性理論を出して、でその次に出てくるのは1927年にハイゼルベルグの不確定性原理を出したところで、あの2つの重力理論とそれから量子理論が重ね合うという、まあ、本当に20世紀の前半に作られた理論をもとに、その今の半導体が作られるわけですよね。で、あの面白いことに、アインシュタインの相対性理論が出てきたときには、日本 の新聞社はですね、これを理解できるのは世界に3人しかいないとかいう、つまりもう難しいということが一つと、もう一つは、何に使われるかも、もう神の水を知るんだというふうに報道していたんです。
ところが今あのスマホでマップ開きますね。あれ全て特殊相対性理論が関係してます。一般相対性理論が関係してます。あれがないと衛星から GPS 衛星から送られてくる電波の正確な時間が確定できないので、もしマインシュタインがいないと GPS 立ち上げてもですね、3メートルぐらいずれるじゃないですかね。でそれが100年後にやっぱり使われるようになるんですね。考えてみるとあの iPhone が実際に売られたのは2008年ですよね。 iPhone3G からですから、あれ14年前ってほぼ地球上誰もカチャッと開けてですね、日本人が大もんでした。もうマップも開けなければ、YouTube を見るとかですね、つまり動画サイトが存在することだと想像できない世界、たった14年前で、それ考えるとどんどん進化も色が変わってきて、逆に言うと今から20年間の話をしますから、2020年、この変化率はですね、おそらく過去の20世紀分全部120年分の変化とほぼ同じぐらいの変化が次の20年にやってくる。この時は多分確実になると思いますね。あの 100% の僕の中で一つ、人間は当初で、その時に取り残されている確率が7割を超えると思います。7割の人は取り残されて何が起こっているかも理解できないことがすごく高いです。ですからその途中でどんな天変地異が起こってもですね、その技術的変化の割合があまりにも大きいので、今から全く想像できないので、今のうちにですね、それが起こるということだけでも体感的に知るべきだということですね。コロナのワクチンの部分についてちょっとお話をお聞かせいただきたいんですけど、今回のですね、コロナワクチンというのはメッセンジャー RNA ワクチンなんですね。で、ワクチンよりもそのものすごく大事なことは、投資をするとしたらどういう会社が、社長さん自身がビジョンをしっかり持って言葉でちゃんと落とし込めているかどうかというところが判断の軸かなと。そうそう、具体的には、まあ、ソニーさんとかは非常に面白いなと思いますね。凄まじい勢いで SF が実現化していて、 SF を実現化するための能力を持っている人どこにいるかっていうのが、ある種こう究極の投資先を見つける方法。今日ご一緒させていただきますのは山本康政さん、京都大学大学院で特任助教授として教鞭を捉えていますが、同時にですね DNX ベンチャーインダストリーパートナーでもあります。今日はその教鞭を捉えているという立場、そしてベンチャーキャピタリストの立場、両方の面で未来についてお話を伺いたいというふうに思います。アメリカに住んでいらっしゃるというふうに伺うんですけれども、はい、今日は何かご用があると思います。たまたま、いろいろその本の出版であるとかの、用事があってですね、日本に帰ったしているところで、タイミングがあってという話になります。ベンチャーキャピタリストとすると、実際に投資先に合わなくても投資判断できるものですか？そうですね、いわゆるズームであるとかそういったところで投資判断ということもしますけども、やはり、あった方がより、追加情報というか、例えばボディーランゲージですね、そういったその身振り手振りであるとか、そういった細かなところはやはりあった方が、情報としては質が高いと思います。そうですよね、はい、投資する我々も、というか僕もベンチャーキャピタリストを長くやってるんですが、人の投資先の人の熱意が一つと思ってた時、柔軟性ってあるじゃないですか。失敗した時にこの人うまく逃げて次の人で立ち上げられるかとか、その辺っていうのはこうなんかボディランゲージで見えるところがあるように思います。はい、起点が効くというかね、いわゆるピボットであるとか、そういった順風満帆なベンチャーというのはありえない話なので、そういった時にどう対応するかというところはやはりあった方が早いと思いますね。そうですよね。今ガファーの中で、円を含めたりいろいろこういうのもありますけど、注目されている企業ってどこにあるんですか？そうですね、そういった意味では大工さんがマイクロソフトご出身というわけではないんですけど、マイクロソフトは非常に興味深いとは思っています。最近で言うと、CS 2021年が終わった後にですね、GM、ジェネラルモーターズとクルーズ、そういった自動運転の会社のところに、資本を注入して、もう自動運転の商用化にもう期待している、これをどう実現するかという話をですね、ちょっと発表したことですので、これがこうどういった展開になっていくのかというところは非常に注目はしています。今自動運転の話が出ましたけど、自動運転の中で最も注目している会社っていうと、もうほとんど全ての、会社のやつに見えますけど、テスラもいますしね、一つ二つ挙げるとしたらどの会社が注目？そうですね、最近の動向の中で特に、
GM フルーツさんというのは本田さんとも組んでますので、まあ、非常に新しい展開をしているなというのがございます。でそこに今マイクロソフトさんが組んで、でさらにその、まあ、クラウドを持っているという観点でいきますと、マイクロソフトさん、Google、Amazon、この3社が非常に強いのが持っていると思うんですね。で、まあ、Google は Waymo というのがありますし、 Amazon は Zoox という会社を最近買収したりだとか、オーロラという会社に出資をしたりしますので、この3社 のクラウドと自動運転のマッチをしているところが非常にこれから伸びてくるのではないかと。そうですよね、はい、実際に 6G、6G が始まると、データトラフィックが見出しに大きくなるので、いわゆるデータセンターの1箇所だけ的な昔の、はいはい、日本企業にも結構いるんですよね、まだデータセンター1箇所も。実際には例えば Amazon の、AWS の、はい、サーバーなんていうのは東京都内だけど、おそらくもう10箇所くらいでしょうね。そうあるんですね。全世界でいうともう本当に何千箇所あるっていう、意外に皆さんそれ知らなくて、それがあるが家に 6G のデータトラフィックが非常にこう重くなっても、レディンスがすごい低いね、はい、サーバーのレディンスが低いんで、やっとそれでその自動運転が可能になるというそういうイメージだと思うんですよね。それから考えると自動運転のロジックにももしかしたらおっしゃるように、そのデータセンターを持っている、これはね、クラウドを持っているところはえらい強くなるかもしれないです。はい、まあ、ちょっと去年のですね、小田社さんから出していただいた著書の中で、まあ、今であれば 5G、クラウド、そして AI、この3つのトライアングルが非常に大事という話、ということを書かせていただいて、ちょうどたまたま2030年 の、まあ、予測の本のところではですね、コンバージェンスという形で話をしていたんですけども、これは組み合わせをちゃんと持っていることが大事になってくるという話を説明させていただいております。今 6G が実際に使われるような年っていうのは何年ぐらいをイメージするんですか？おそらくですね、これまでの経過すると、まあ、10年、約10年ごとに来てますので、まあ、2030年ぐらいには企画としてはね、まあ、出すことが可能だと思うんです。その時にこうどれぐらいの、まあ、性能の伸びがあるかというのは、まあ、これからどんどん開発競争が進んでいるかと思うんですけども、まあ、おそらくそういった形で 6G、7G という形で進んでいくかと思うんですけど、30年でしょうね。でも30年ということは今から9年後ですか、はい、その間 の、クラウドサービス の、はい、その進化、はい、量的な進化と質的な進化と、はい、恐ろしく進化したはずなんですけど、クラウドというのはご存じのとおりデータをただ貯蔵するだけではなくて、それをどう加工するかというですね、まあ、そういったアプリケーションの方も重要になってきます。なので Google などは検索プロであれば AWS も同じような人工知能のものになりますので、まあ、例えばこの企画会社でいうと Apple は iCloud を持っているんですけども、iCloud という中で何か演算処理を、まあ、特に Google であるとか Amazon と対抗できるようなものはあまり持ってはいないんですよね、そういう意味ではこうただ単にデータを貯蔵するだけではなくて、どうこれを加工するかという、まあ、まるでこうなんて言いますか、料理でいうと料理の素材のという、まあ、素材というデータと、まあ、それを切る包丁、まあ、切りやすい包丁を持っているかどうかというのはかなり鍵になってくるかと思います。そうですよね、はい、今までのクラウドというのは何かこうビジネス目的でしかできて、ある種のこうビジネスのためのアプリケーションを化するパッケージングという、はい、みたいなものが、ね、いっぱいある、それを選んで使うイメージだったんだけど、今後起こることはおそらく音声とかそれから動画とか、それをリアルタイムで取り入れながら、その中からいらないものを取っていくとか、ちょうど今日本でもクラブハウスが入り始めましたけど、クラブハウスの音声を聞いてると、例えば席とかね、ゲップとか、ね、はい、多分誰かしてるの聞こえないんですよね、あれ、うん、だからおそらくはクラウド側で、たびのノイズ処理をきちんとして、一回まとめたものをいわゆるオーディエンスに使えるという、そういう仕組みになっているとすると、リアルタイムの動画処理とか、もうあとこれから2030年で9年後ですから、もう数三万軸の性能のみですよね。私はその2025年を制覇するというのは本の中で最初にこう、まあ、小説を書かせていただいたんですね。でその中でこう例えばリアルタイムで映像処理をして、例えばそのネットリックスを視聴している中でカメラがついていて、その視聴者の方の表情を見とって、あ、ここでこの人は笑うんだ、ここでこの人は泣くんだということが分かればですね、その方に合わせたシナリオを再加することも可能だと思っているんですね。そうですよね、はい、愛の二色見ていて、はい、最後に主人公がやっぱり北朝鮮に届けたからね、その方の、ね、合わせたシナリオがもしかしたらできるかもしれない。それ楽しいですよね、明らかに楽しいってことは逆にとってマドがあって、当然のことが作る演出が出てきて、はい、しかもネットフリックスは今制作費だけでどのくらいですか？おそらく2兆円は、まあ、2兆円言い過ぎですね、1兆円は超えてると思いますね。そうですよ、はい、1兆から1兆5000億ぐらいだと思うんですけど、これが2021年ですよ、はい、そうですね、9年後ですから、じゃあネットフリックスの原理どうなってるかっていうと、10兆円とかになるともう何でもやりも大変で、おそらく視聴者の方がその戦闘員の違うエンディングがある愛の不時着出るわけないじゃんと思ってる可能性もほぼほぼ出ると思います。出ますよね、間違いなく、はい、でそれだけ その需要が喚起されるってことは、またそれだけのお金も動く、でまあそれやっていくと日本の会社とか、まあ、地上波の人たちはもうもはやもう手の施しようもないような制作能力の差になっていくんでしょうね。アメリカどうですか？アメリカの地上波ですとか、はい、まあ、フールなんかもありますけど、はい、
対ネットフリックスではどういう感じですか？ネットフリックスはあまりにも強いので、それに対抗して一番こう奮闘しているのがディズニーなんですね。あ、はい、そうか。ディズニープラスというアプリを出してですね、まあ、動画ストリーミングアプリを合わせて、まあ、おそらく最近の雇用者数字でですね、非常に獲得数が伸びているというか、やはりご新型コロナで、まあ、家族の方が家にいらっしゃるので、その方に合わせたコンテンツ提供をされているというところで、猛追をしているという形ですね。そうか、それは意外と私はちゃんと見てないですね。はい。今その分野だけに限らないんですけど、はい、投資をするとしたらどういう会社が皆さんにおすすめ、うん、はい、まあ、株価は水物なのでなかなか申し上げにくいところがあるんですけども、やはりこう10年後にどういったことをするかということがビジョンとしてはっきりしていて、でかつそれが愛にこうなんて言いますか、きれいことではなくて自分のことが語られている会社さんがよろしいかとは思います、うん、はい、なのでこう、まあ、いろんなその会社さんがビジョンであるとかパーパスであるとか発表されると思うんですけども、その言葉が確かにこの社長さん自身がビジョンをしっかり持って言葉でちゃんと落とし込めているかどうかというところが判断の軸なのかなと思います。そうすると具体的には、はい、会社名で言うとどういう感じになりますか？そうですね、まあ、いろんな会社さんがあるとは思うんですけども、まあ、例えば日本で言うと、まあ、これは、まあ、どこまで感覚、まあ、なのでな、あるかどうかは分かりませんが、まあ、ソニーさんとかは非常に面白いなと思いますね、うん、特にその CS といえばラスベガスの日本一での発表であるとか、まあ、そういったスピーチを拝見していても言葉の一つ一つがよく考えられているというところがあります。で例えば彼らはパーパスという、まあ、目的がですね、テクノロジーと好奇心で世界を感動的に出すという明確なメッセージがあってですね、こういったメッセージが私はこれはまあ、ソニーらしいというのもありますし、でかつワクワクさせるんですよね、うん、でこれはこう外でもワクワクしますから中の方もワクワクするわけですよね。でこういったその、まあ、好奇心をより刺激するようなものをちゃんと言葉に出せているところはおそらく伸びるんじゃないかなと。わかりますね。何十年も前に、自動車会社はもう名前出したでしょうかね、技術の日産でまたいわゆるこうディスクリプターで日産さんよく言ってましたよね。でそれから C&C の NG とかね、結局何言ってんだか分からないんですね。で結果的に何が起こったかって、日産の車は本当に技術的に素晴らしい車なんですが、うん、一方でじゃあサービスですとかね、そのデザインですとか、うん、いろんなこう総合力で見ると、うん、あ技術はいいんだけどやっぱりトヨタに負けたんだねっていうイメージを僕持ったことがあって、会社名につけているそのディスクリプターだけでも重要だと思いましてや、その、うん、いろんなうちでね、CEO が、うん、ちゃんとしたことで話すことに本当に重要なんでしょうね。日産の経営といったグローバルの社会の中では、うん、CS だとかそういったその英語のカンパネルで、まあ、英語の自体は別に伝わっていいんですけども、うん、しっかりこう感情を込めて言えるあの会社さんもそんなに多くないとは思います。トヨタさんはどうですか？そうですね、なかなか悩ましいところではあるんですけども秋尾さん のスピーチはすごくご上手なんですね、うん、まあ、パブソンというまあ、ボストン近郊の大学にも出られてますの でその中でこう、まあ、ユーモアもあってですねという中で、やはりこうただやはり迷っているなというところは感じますね。まあ、特に3代目というところもありますので、まあ私もどちらかと同じような境遇を経験したことがありますので気持ちは分かるんですけども、そういった先代の方が積み上げるところと革新的なもの、そのバランスをどうするかというところでおそらく相当な苦労をされているんじゃないかなと思います。そう、トヨタ系というのは必ず次の代が新しいビジネスを始めるというのが社会じゃないですか。最初はトヨタ自動織機という織物を作る機械があって、はい、その会社があって、それが自動車を作って、それからその次の代がトヨタホームという、はい、いわゆるもうホーム事業、家を作る事業ですね、ビルド事業に入って、で今次何かっていうところであまりにも多分選択肢が多いという感じも経済を得ないですよね。自動運転なのか、また街を作るのか、固体電池の工場を作ってそれを外販するのか、はい、e アクセルがどうするのかとか、本当におっしゃるようにもう選択肢が多い、はいはい、その意味ではこれからの10年というのは選択肢がめちゃくちゃ多い時代ですよね。各会社にとってもうそれこそ15年ぐらい前にアマゾンが世界最大の IT 企業、はい、つまりクラウド会社になるか夢にも誰も思わなかったわけで、はい、それを彼らはうまくこうピックアップしたんですが、今そういう会社があるとしたらどういう会社を思いつかれます？あ、ここに目をつけたか、この人たちすごいねっていう、そういう会社っていうのは、おそらくおっしゃってたところの共通点は本業を定めないというところだと思うんですね。まあ、例えばアップルも最初は iMac とか MacBook があって、そこから iPod になって、iPod が iPhone になって、今はサブスクリプションに移行してますよね。なのでそういった意味ではやはりお客さんのためには何が最適なのか、そのためには本業は何でもいいと考えられているところがこれから強くなっていくんだろうなと思っています。でそういった意味では
テレビは凄まじいスピードで凋落するんじゃないか。常にアメリカでは三大テレビネットワークは凋落していて、7割の人にぼんやり受けるコンテンツをするよりも10人に1人のプロフェッショナルにちゃんと気づいたコンテンツの方が結果として数百万のお客さんが取れる。ただで見ていた人が見ていた読んでいたテレビと新聞はなくなるんじゃないかと。これテレビは凄まじいスピードで凋落するんじゃないかって気がしますね。でテレビどうせ見るんだったら、要するにテレビ受像機というんでね、はい、モニター見るんだったらテレビじゃなくてネットフリックスでいいんじゃねっていう話になっちゃう。でニュースをアベマ TV にしてね、アベマニュース見ればいいじゃないかってなっていくと、はい、これもねあっという間にテレビってなくなるんじゃないかって思うんですけど、いかがですか。ここは僕も前から言われてる話で、僕自身も日経 BP 新グループにいてテレビ東京でも仕事してましたので、半ば当事者をやってきて思うところで、大きな流れとしては成瀬さんがおっしゃったことは半分は日本に起きると思います。具体的に言うと、すでにアメリカでは三大テレビネットワークは凋落していて、で例えば結構芸能作品ですよね、ドラマやなんかや Hulu や Amazon プライムや Netflix の作った作品がエミー賞どころかなぜか映画でもないのにアカデミー賞を取っちゃうわけですよね。でキューマンやそれから、ロバート・デ・ニーとマジスコセジが映画でもテレビ番組でもない新しいコンテンツなんですよ。でこれ確かに日本って動いてますよね。全裸監督もそうですし、ミューサ・マサイさんがテレビマンやあるいは日本人で作ったりトップメーカーたちが当時の要するに制作費ですごい作品を作って、しかも日本の世界中に発信されてる。そうですよね。とはいえね、日本のそのいわゆるクリエイター食べ残しは冷蔵庫に入れてほしいんだけど、その監督も脚本も俳優も韓国に行くとか、ね、ましてやそのハリウッドに比べて今日は入れてあげるけど、その制作は何なんだろうと思うか。だから結局ネットで見て元気になってアニメーション特撮のものなんでしょうね。ここで多分一番の問題は何がこれからクリエイターの結局人が中心ですよね。結局プラットフォームがテレビプラットフォーム、プラットフォーム、あるいは新聞がすでにインターネットのデジタルプラットフォームに移管していると、でこの時じゃあプレイヤーは誰かっていう話になると思うんです。で例えばウェブメディアを見るとですね、ラジフィードからハセントンポストから日本から来たものを含めてニュースピックスにしろ、それからスマートニュースを見ると、イルミの大半は大手新聞と大手出版社の人たち、私や成瀬さんの共通の友人たちがいっぱい映って大活躍してるわけです。でもうウェブメディアが出てきて、多分イケメンジューさんが僕がプロデューサーとして、関わったのが2000、プロデューサーになったら2008年ですけど、立ち上がったら2006年、一番大手メディアの大手としては一つだと思うんですけど、10年経ちますけど、その間新しい要は出版社と関係ないメディアが出てきてますけど、今のところそこからオリジナルの人材がたくさん輩出されてるかっていうと、今でも大手新聞、大手出版社から出てる。この人は生まれてないなっていうところが一つ問題だなと。これはだから従来のメディアが素晴らしいというよりは、新しいメディアのプラットフォームでまだ日本の場合は少なく人が生まれてない、うん、これ映像に同じことが言えてるなと、うん、すなわち、Netflix にしろ、Hulu にしろ、Amazon プライムにしろ、作品を作ったり俳優さんたちは従来のテレビや映画で活躍されていたりしたし、この成瀬さんがさっきおっしゃった日本のテレビドラマがこの世界マークだったときにかなわないなっていうところがあるけれども、じゃあそのかなう人材をどこで育てるのか、僕は映像のプロじゃないのでちょっとそこははっきり言うとよくわからないんですけど、ここはいずれにしろ大きな日本の何でしょう、コンテンツとして見た時の映像のメディアのすごい課題じゃないかなと思います。そうですね。こうなってくると日本のコンテンツがダメになれば、他の外国のコンテンツに言えばいいわけで、でもその結果として起こることって、次の5年から10年ぐらい、もしも日本のメディアがずっと凋落してるとしますね、はい、我々はある程度大人ですからいいんですけど、10代とかの価値観がガラッと変わるかもしれませんね。最初から見るメディアがおそらく私や成瀬さんのお子さんや孫の世代になってくると、最初から Amazon プライムと Netflix に触れると地上テレビは同じチャンネルで今見えますよね。そうですよね。すなわち大きなテレビの場面で場合とまさに同期型で見ないといけないテレビと非同期で好きなものを、しかも1話から26話まで一気にできると、どっちがむしろ楽かっていうと、みんな地上でもすぐ見れるっていう優位性はテレビ受像機を相対してるからなくなってますよ。どうですかね。もう一つ新聞についていかがですか。はい、最近新聞社のお客さんが何社かていて、もう悲惨極まりないことになっていて、普通の会社であればだそういう状態ですとね、新聞の記事にあの会社もうダメだって書かれるんだけれども、でも自分たちがだから書かないんですよねもう終わりだとか、はい、まあそういうその変な皮肉というかアイオニーな状況になっているほど新聞社がダメ、まあ、それも決算上ダメになるんですか、はい、あれメディアとしてこれから存在しようと思いますか。
僕さっきテレビと一緒だと思っていて、テレビコンテンツや新聞コンテンツがなくなるわけではなくて、シンプルにプラットフォームが変わっただけだと、うん、だからテレビ局っていうところから有料な映像コンテンツが Netflix をはじめとするメディアに移管したと。で、新聞も実際に言ってるのは、メディアとヤフートピックスが実質的に一番巨大なウェブ新聞になってたりしますよね。あれの大変な新聞記事をまさにキュレーションしてるわけです。で、それが既に起きてるんですけど、ご存知の通りアメリカではニューポンスと、あとは全部卒が自ら買っちゃったワシントンポストはすごいですけども、DX 化を果たして、むしろ今まで、ワシントンの地域経済、ある意味政治だったワシントンポスト、世界で一番調べてる新聞だけど、サイズとしては100万部に届かないニューヨーク地域紙だったニュータイムズ、これがもう数百万部の、しかも有料の課金のお客さんをですよね、デジタルゲットですよ、まさに DX の成功事例なんですよね。そうですね、一般のからしてうまくいってる日本でも、うまくいってる新聞があるときは日本経済新聞じゃないですか、ね、そうですね、指標としては有料デジタル有料課金特殊数圧倒的に多い、はい、でもう一つはロングエコノミストという、はい、いわゆるこう本物の何ですかね、知識層が読む雑誌ですよね、クオリティマガジンですね、それとニューヨークタイムズは、もう一つがそのウォールストリートジャーナルという、もうまさに経済ですとか政治に直結して内容そのものがめちゃくちゃ難しくて、一般の方が何かと気に入っていることですけども、ニュースピックスね、読者であれば読んでる方が多いんでしょうけど、いわゆる一般の方が見たら芸能欄がなんかないって、そういうところですね。ですから逆に言うと可処分所得の高い上の上積み 10% 全員買ってますという、そういうイメージなんですよね。いや結局だから新聞のマスだって言っても、一番例えばそれこそで年収の1000万って言ってましたけど、これ一方でかつてのテレビ視聴率って言うと 10% なわけですよね。アベレージのテレビ視聴率で実は1000万部を多いと言うか少ないと言うかっていう時に、数百万部を確実に集められるのであれば、どの層を取ってもいいってなった時に、例えばウォールストリートジャーナルや日経新聞の経済専門誌は経済の特集に自分の仕事にしている人たちをターゲットにしたら、そこに絞って視聴率 3% か 4% の番組を作ればいいってことですよね。300万から400万のお客さんで、結局むしろインターネットで直接顔に出る専門家、これデータベースを集めるとすると、7割の人にぼんやり受けるコンテンツをしているよりも、10人に1人のプロフェッショナルにちゃんと気に付いたコンテンツの方が結果として数百万のお客さんが取れるっていう、顧客データベースをきっちり集めるっていうのがメディアの一方のレジの部分ですよね。それ僕にとっても、結局メディアにとってみて、可処分所得の高い 10% しかお客さんが得る、残りの 10% はただで見てきたので、ただで見ていた人が見ていた読んでいたテレビと新聞はなくなるんじゃないかと。で、可処分所得の高い層、したがって経済とか社会とか政治に興味ある層はお金があるのでに有益な、直接自分と有益な情報を提供する日本経済新聞とか合成データを取って、ちょっと残り9割どうなのか、残り9割をターゲットにしたメディアは全部なくなるんじゃないかっていうのも推測で、そういうのあ、それは僕も特に今までそこにお金を払ってたタイプのメディアですよね、雑誌や新聞というのは厳しいと思います。厳しいですね。そこはもうだから広告モデルのインターネットで無料でゲットできるコンテンツに全部使える可能性が高いと思います。で、しかもそれもどんどん集約されてきて、はい、おそらく消費者だったりしたとか、そういうぐらいになったんでしょうね。今までメディア論の話をしてきましたが、メディアっていうのはその中間体ですよね。そうですね。ニュースソースとニュースリーダーをつなぐものであったり、クリエイターとそれからドラマ視聴者をつなぐ中間の人たちという感じなんですが、一方でそうじゃないメディア、つまり YouTube なんていうのはメディアなのか単なる通信システムなのかわからないし、さらにそのクラブハウスにとっては SNS なのかメディアなのかわからない、だんだんメディアが溶けてきているような感じを受けるんですが、その辺いかがですか？もうその現状を自分の大学の授業で誰でもマスメディア時代と言ってまして、生き物っていう全部ある意味メディアですよね。すなわち自分の遺伝情報を次世代につなぐっていうのと、脳が実際にやってる行為っていうのは生殖行為にしても攻撃行為にしても全部メディア的行為を必ず伴うし、特にコミュニケーションで進化してきた人間というのはメディアが我々に備わっていると思うんです。で、そうしたときに面白いのは、従来コミュニケーションと言ってた会話だったり、あるいはお互いの写真を見せ合ったり、個人のコミュニケーションが横から見るとメディアになるって時代、これはまさにインターネットのテレビ SNS が呼びてきた時代だと思うんですよ。だからその意味でまさにマルテさんがおっしゃったように、コミュニケーションとメディアがごちゃ混ぜになって、他人から見るとただの人の会話がメディアコンテンツになったり、場合によるとその人にとってはテレビ番組が面白くなっている時代ですよね。で、中でも YouTube を見てると、実はメディア、まさに中核間媒体っていうのは中間の媒体のプロフェッショナル、それが私を含めたメディアの仕事をしている人たちだと
にすると、そこの中間にいる人たちが中抜きされる事態が僕 YouTube だと思うんですよね。だからそこには芸能プロダクションだったりテレビ局だったりがなくて、いきなり才能ある個人コンテンツがそれを見たいいろんな人たちに自由をつながっているんですよね。でしかもそれは必ずしもタレントだけではなくて、さまざまな学者かもしれないし、もしかしたら主婦の料理の上手な人ですよ。で実際そういう人がどんどん出てきますよね。そうですよね。でそれはまあ、ある種のメディアがいわゆる素人、もしくは大衆に溶けていく状態なんですけど、一方で、はい、ネットフリックスを受ける、先ほどの話にもあったように、めちゃくちゃお金をかけて、そうです、もはやもう、いわゆる昔のハリウッド大作以上のお金で一本ガーンと作ると、はい、もうユーザーからすると見たことない世界が初めて見るっていうのが出てきたんですよね。で、かつこれからそのマルチエンジン化するんじゃないかとも言われてますし、はい、そのためには膨大なお金がかかると。で、しかもそれが可能だっていうので、ね、それでものすごく極端な、こう、いわゆる素人のコミュニティ、素人って言い方なんですか、一般人、僕も含めて一般人同士のコミュニケーション、SNS のクオリティとその最重感が上がってきているのと、もう一つは、ネットフリックスに代表される、もうプロ中のプロが作る、その、ね、コンテンツの、この差がすごいと思うんですが、ネットフリックスの今後についてどう思いますか？凄まじいスピードで凋落するんじゃないか。いつもアメリカでは三大テレビネットワークが凋落していて、7割の人にどのように受ける。アメリカ人は必ず実現すると思いますし、むしろもうすでに実現すると過言ではないと思いますね。2040年って何か、ゴミ編集による難病治療がもう当たり前になっているんじゃないかなと思いますね。多分技術的に物理学の明らかに人生が生命感度がするんですよね。革命的なことが今振りつつあるということだけは話になりますけど、ちょっとあれですよね、若返りという分野があるわけで、いわゆる長命化、長寿化、ロンデビティ、フローチョイズですよね。それもあと20年経つと結構その研究ですとか商品化進んでるんだ。いや進むと思いますね。不良長寿はもう必ず実現すると思いますし、むしろもうすでに実現すると過言ではないと思いますね。昔から比べると結局今ってものすごく、今ほど不良だった時代なんてないわけなんで、60代でも若々しく働いてる方もたくさんいらっしゃいますし、いわゆるこうあれですよね、サザエさん死ぬ、ああならないので、そうですね、まあ、サザエさんが書いた3、40年前ですかね、それに比べるともう4ぐらいでものすごい変わった、でさらに20年後を語るわけですから、さらにそれが変わっていくっていうことになりますね。科学っていうのはこうどんどんその変化するスピードが上がってきてますからね、もう量子力学であれ、医学であれ、そうですね、それでは非常に面白い時代に入ってきたっていう感じがしますよね。でも成池さんのそのご著書でも書かれてますけれども、ある程度その震災とか天災と違って、やっぱりこういったその寿命の問題とか健康の問題ってある程度予測可能な変化なので、対応していけると思うんですね。やっぱりそのテクノロジーによって未来を予測してそれに対して解決策を今から考えていくということができると思いますね。それについても今回コロナの攻撃ワクチンですよね。はい、とりわけそのメッセンジャー RNA を使ったワクチンが出てきて、ね、素人ながら mRNA ワクチンっていうのは画期的というか、そのもう今までの製薬とは全然別の、ジャンルが確立するっていうか、でかいものが出来上がるという、
それをたまたまそのコロナになった前に、うん、その開発機能をめちゃくちゃ早くできたっていう、人類にとってある意味ではこうものすごい大きな革命ですよね。はい、やっぱりそのウイルスってどんどん変異していきますし、mRNA、メッセンジャー RNA だとその配列をもとにRNA を作っているので、新しいウイルスが出てきたりとか、新しい変異に対しても迅速に作っていくことができるっていうところが、特徴だと思いますね。かつウイルスだけじゃなくて、これから多分おそらくがんに対するその抗体治療ですとか、はい、いくつもの、その例えば希少な病気に対しても、はい、例えばそれなんですか、遺伝子欠損が原因とした希少、はい、遺伝性の希少疾患ですね、はい、これに対してもかなり期待を持てるっていう感じですね。持てると思いますね。まあ、あと最近ゲノム編集のアプローチがすごく進んでますので、2040年ってなると、ゲノム編集による難病治療がもう当たり前になっているんじゃないかなと思いますね。ちょうど2018年、19年ぐらいから遺伝性疾患に対するゲノム編集のアプローチで、まあ、臨床研究が走ってきていて、例えば釜状赤血球貧血っていう、はい、もともと遺伝的に血液の循環が機能不全があって、突発性の何ていうか強度の貧血で激痛が伴うっていう遺伝性疾患があって、寿命も短いんですけど、そういったものに対するそのゲノム編集の介入がもう始まっていて、すでにもう劇的な効果を出すっていうことが分かってるんですね。でそういったいくつかの疾患で始まったっていうのがここ数年で、なのでその2020年代の前半でもう成果が出てくると思うんですね。でそれが2020年から30年にかけていろんな疾患で研究が始まって、もう2040年までにはいろんな疾患でゲノム編集の応用がなされているという形だと思いますね。すごい早かったですよね。はい、ワトソンクリックが二重らせんを見つけたのが1953年ですよね。まだだから、まあ、50年ちょっと、うん、でその次にその革命的な、まあ、技術としてが PCR 法ですよね。そうですね、が発見されたのは1970年ぐらいですか。そうですね、70年、80年ぐらいですね。発見したのはキャリー・マリスっていう、はい、研究者は、はい、あれですね、サーフィンをしながら、はい、しかも本人は結構葉っぱですとか LSD とかなんかやってる人で、はい、ああいう人がノーベル賞を取ったってもうすごいとんでもない人です、はい、まあ彼がいなければでもオフィシャル法がこれほどまで、はい、ね、使われなかったわけで、はい、研究どんどん、まあ、こんなに進んでることはなかったんでしょうね。そうですね、はい、それ以降あれですか、クリスパーキャス9まで飛ぶんですか。その途中に何かありますか。まあ、大きな出来事としては2003年にヒトゲノムの全配列が解読されたっていうのが大きな出来事 でその後2003年から 今まで15年ちょっとでそのゲノムの解析技術が一気に進化したっていうのが非常に大きかったと思いますね。これはその物理測定機器の発達とあとコンピューター技術が発展したから生命科学の影響もしたんですけど、結局その2000年前半では一人のゲノム解読コストが100億円かかってたのがもう今や数万円で解読できるっていう、凄まじいイノベーションが起こって、まあ、それによって、まあ、ゲノムの全体像が解明されたから、まあ、ゲノム編集っていう方にも応用できるようになったんですね。なので結構 IT と同じような流れになってるかなと思っていて、インターネットによって膨大なデータが発生したからそれを使って AI が発展して今いろんなところに使われていると。今ゲノムの領域でもゲノムに関連する膨大なデータが出てきていて、ゲノムだけじゃなくてそれこそメッセンジャー RNA とかエピゲノムとかいろんな生体分子情報ですね。でじゃあそのデータを使って何に応用するのかっていうゲノムの全体像が分かったからそれを応用していく世界になってきていると。だから再生医療とかも細胞の、ゲノム全体像が分かって細胞の文化の機能機構が分かってきたからそれを、再現できるようになったっていうことですよね。昔はその人類 の人体の、全部の解析ができたっていう頃っていうのは、はい、1ゲノムに対して1タンパク質っていうイメージがあって、はい、これで全部俺たちは分かったんだって思ってたのが、はい、実はそうじゃないっていうことがどんどん分かってきて、もともと甚だしく面倒くさいものだったと。そうですね、っていうふうな感じですね、はい、結局使われてないと思ったゲノムの部分も実は使われてたんですし、そうですね、それから実際に発現する、はい、ゲノムがタンパク質を作るためにはどのくらいのスイッチを入れなければ実は発現しなかったかとか、はい、でその時のことはどんどん分かってくる、はい、という、まあ、その結果として今あるわけでしょうけど、はい、いつもこの白黒を見ていてそうものすごく複雑になってるわけですね。結局1対1だったものが1対 N になって、はい、それが L 対 N になって、はい、今はもう N の数乗かける N の数乗かける N の数乗みたいな、はい、1次元だったものは2次元の1次元のゲノム情報が、はい、タンパク質に含めて2次元になって、さらにそれがタンパク質総合とゲノムとの関連されてきて今度3次元になって、はい、それにその
まあ、とにかく次元が増えていくってイメージなんですが、研究者の数ってのは足りてるものなんですか？あのどちらかというと、その研究者の数というよりは、そのコンピュータ技術を使うとか AI とかを使うとか、その人がこれまで生物学って人の観察によって、うんうんうん、あのそもそもできた学問ですけど、観察ではなくもう可視化できないようなものをこうコンピュータで複雑なものを複雑なものを捉えるっていうような手法になりつつあると思いますね。しかもあれですもんね、あの2000ちょうどクリスパーキャス9が出た年に、はい、D-WAVE っていうコンピューターが出たんですね、はい、2012年ぐらいですね、はい、で D-WAVE は人類最初の量子コンピューターの、まあ、最初の初号機になって、うん、これがどんどん拡張していくと、うん、実はその量子コンピューターとそれからライフサイエンスってものすごく親和性が高いんですよ ね、 すね、はい、さらにですから、うん、あの量子力学からの半導体コンピューターと、うん、それから微生物の親和性が高かったんだけど、うん、今度は量子コンピューター、量子力学を利用した科学とその微生物学の親和性もまた高いっていう、そんな感じを受けるんですよ。おっしゃる通りで、なのでその研究者もどんどん異分野でチームを組んでいくことが増えていて、もともと以前ってその論文で1人とか2人で書くものだったのが、今平均 の、 あの1論文あたりの著者って5、6人ぐらいまで増えていて、それって異分野のチーム編成をしているからなんですよね、うんうんうん、で今その科研費とかもその異分野のチームにお金を出しますっていうところもあのプロジェクトが増えてるんですけど、そういった考え方になっていくんじゃないかなと思いますね。情報科学の人がライフサイエンスにやるとかっていうことですね。その意味で言うと、日本はあの沖縄にものすごいいい大学をオイスト持ってますよね、はい、オイスト の、 あの中身を見てるともう本当に分野の塊みたいな、ね、はい、あのいわゆる理論物理学者から、うんうん、臨床のお医者さんまで一緒になっていくみたいな、はい、ものすごい面白そうだなと思います。すごいいいやり方だと思いますね。実際成果も上げてますし、ありとなじむほどやっている民間企業っていうのはあるものなんですか？そうですね、まあ、いろんな取り組みはなされ始めていると思いますね。例えば武田薬品工業が湘南藤沢キャンパスにアイパークっていうのを作って、うん、まあ、いろんな研究者とかベンチャーとかが集まって、もうなんかそういった街を作ろうとしてるんですけど、異分野融合でいろんなプロジェクトをやっていくって、ジーンクエストでもね、そこで周産期のうつ病に関連するプロジェクトをやってるんですけど、うん、私はゲノムっていうアプローチですけど、まあ、いろんなこう、もう保険会社とか、その情報科学の会社とか、いろんなところでプロジェクトを組んだりとか、まあ、そういうことはどんどんなされるんじゃないかなと思いますね。面白い時代といえば面白い時代ですけど、一方でね、僕よく思うんですけど、2000年 の、 人がですよ、1900年の過去を見たら、ものすごい過去じゃないですか。そうですね。つまりその頃にはまだ車もなくて、はい、馬車で走っていて、はい、今からなぜか相対性理論を2005年に出てくるんですけど、うん、それがものすごい不思議なんだけど、うん、まあ、とはいえ非常に古く見えて、一方で、うん、今我々2020年にいて、2000年っていうとそれほど古くないに見えて、実は古い、うん、iPhone がそもそもないとかね、うん、ネットもこんなに発達してないと、うん、分子生物学もまだクリスパーキャスないどころか、うん、それぞれのその全ゲノム配列も見つかっていないので、で、その次の20年ってもっととんでもないです変化率が起こってくるわけですよね。そうすると、ね、今度2040年から2020年とか2000年を見ると、魔法のような時代になるんですかね。90% の人はなぜか何が起こってるかもわからない、うん、どういう原理で私のコロナは治ったのっていう、多分今回コロナのニュースを打つ方は国民のほとんどっていうか、まあ、訴えた方はね、これぐらいですでしょうけど、どういう理屈があれが効くのかっていうことを分かってる人って僕 1% とか、うん、確かに 10% いるかどうかと思うんです
し。ごちそうさまでした。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。